全部ダイソーのものだったら彼女はどう反応するのかドッキリ。明日クリスマスの企画を撮る予定なんですけれども、その時にクリスマスプレゼントの交換もし合うんですね。そこでこちらの手袋200円、こちらのルームソックス100円、あとはこちらのネックレス、こちらのピアス、これリキッドって書いてあるんですけども、実はもともとダイソーって書いてあったんですけど、中身の厚紙を入れ替えて、ここに僕がそれっぽいおしゃれな雑貨屋さんが手書きで書いたようなリキッドという名前つけました。すでに感づいてる方いらっしゃると思いますが、こちら逆から読むとドッキリでございます。で、この100均で買ったおしゃれっぽい袋の中にこいつら全部忍び込ませておいて、明日撮影の時にサプライズで渡してみようと思います。多分めんちゃんはいい子だから何にも疑わずに喜んでくれると思いますが、バレなかった場合は自分から言おうと思います。それではめんちゃんが帰ってきて明日になったらやってみるぞ。おう、どうもミルメンです。そんな感じで今回何をしていくんですか。今回は、はい、カップルでクリスマスパーティーをしたいと思います。そうよ、見たらわかる。じゃあ今回は、クリスマスケーキを盛り付けして、うん、クリスマスプレゼントの交換をしていきたいと思います。楽しみ楽しみ。はい、それじゃあケーキ食べ終わったのでプレゼント交換のタイムです。やったー、準備してる？ちゃんとしてる。俺もしてますよ。何買ったか知らんやろ。うん、どうする、どっちから先に渡す？めっちゃんからじゃあ先にもらおうか。あ、いいよ、はい、じゃあ目つぶっとって。はい、いい？目開けていいよ。開けるよ。うん、せーの。ダッシュランドかい。何やねんそれ。いいよ。ウィッシュアメリークリスマス。でかっ、何これ。ウィッシュアメリークリスマス。いい？いいよ、出して。え、何これ、パジャマ。お揃いの服。え、2個入ってるけどお揃いだから1個ずつね、うん、黒が見える。そういうこと。めっちゃ嬉しい。え、何色がいいの。めっちゃこの色がいいでしょ。こっち。え、ちょっと出そう。やった、かわいいかわいい。ミルくん全然服買ってないから。うん、え、嬉しい。え、ちょっと待って、マネージメントコントロールナンバーって書いてある。そこが嬉しかった。うん、そのロゴが嬉しかった。うん、どういう意味か知らんけどさ、かわいいやろ。うん、着ようかな。着る？今着る？うん、着る。じゃあ私も着よう。あ、でもちょうどいい。え、かわいい。シンプルイズベストでー。お揃いいいな。お揃いなかったもんね。そう、ほとんど。ほとんど。やった、ありがとう。嬉しい。ペアルックでした。嬉しい、素で嬉しい。ありがとうな。ペアルックのプレゼントでした。通販で自分のやつばっか買ってるかなと思ったらめっちゃこれ買ってくれてた。自分のやつにカモフラージュしてこれも買ってた。気づかんかった。しかも、うん、ピンポンって出たのミルク。マジで？宅配で。マジで？そう。で、あ、やべえ、バレたかもって思ったけど、うん、大丈夫だった。嬉しい。もうこれからずっとこれでいく？ずっと、うん、制服にするもん。ミルメンチャンネルの制服にする。とりあえず次の動画はこれでいく。うん、行こう。嬉しい、ありがとう。いいよ。はい、以上で、プレ…くれんの？プレゼント。くれんの？あ、ごめんな。そうだった、そうだった。そういうルールだったな。うん、ルールって言うとなんか聞こえが悪いけどさ。はい、じゃあ持ってきますよ。見返りを求めて買った。はい、持ってきます。目つぶっといた方がいい？うん、見て。わかった。はい、いいよ。開けていいよ。うん、せーの。同じパターン。せーの。はい。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。なに、え、なにこれ。あげる。何、そんなに驚く。え、最近さ、私手袋欲しいって言ったっけ。うん、なんかボンボロの手袋使ってさ、寒い中。そう、今回はちょっと使えるものがいいかなと思って買いました。ボンボロ手袋を使ってさ、毎日バイト行っとったんやけどさ。そうそう。やった、可愛くない。ありがとう、可愛い。うん、ちなみにこれあのおしゃれな雑貨屋さんで買った。可愛い。いつの間に。全部ちょっと同じお店なんだけど。はい、違う、これあのスマホとかタッチしてる。うん、やっとこい。大丈夫サイズは。うん、ちょうどいいよ。うん、おしゃれでしょ。ありがとう、もう
もうこれでこれならこのデザインなら使えるかなと思って、うん、かわいい。あの雑貨屋さんの店員さんがおすすめしてくれた。これ、うん、いつの間に買った買ったんですよ、めいちゃんバイトの時。あとルームソックスです。やったー。これもね、ファンの方からもらったやつはあるけど、そうそうそう、他のもらわないで、ね、もう今ちょうどさ、ファンの方からもらったさ、うん、このやつ履いてます、履いてるけどさ、うん、それ以外ないから。そうそう、やったー、片足これにしよう。なんで、えそれは違う、履き方違う。ダメ違う、一応後にするわ、これは。それミスったやつだ。これは後にするわ、うん、やったー。え、このデザインどう。え、可愛いよ、なんかクリスマスっぽいし、うん、あまり、あまり見ないでしょ。しかもさ、いちごショートケーキみたいな色してる。うん、ほら何それ、褒めとうん、誰の、今さっき食べたいちごショートケーキみたいに、はい、最高。はい、ぜひ使ってください。ありがとう。あと2つあるんですけれども、あと2つはあの手作りでその雑貨屋さんが作ってるやつ。これ、うん、かわいい。え、手作りで作ってるの。手作りだから、このなんかこれも全部目の前で手書きして。これ、うん、いいやん、私ネックレスあんま買わない、使わんやん。なんて読むかわからないお店でした。リキッドじゃない、リキッド、リキッドじゃない、多分リクイドがリキッド、全然知らんけど、おしゃれな雑貨屋さんが好きよ。だからもうこれはもう大量生産とかもされてないし、これしかない。え、かわいい、一点物です。しかもさ、はいはい、こう私の好きな青系、うん、水色とか青が好きだから、あのちょっと季節感がないかなと思ったけど夏っぽいけど、私の好きな色、最高。これつけてで、これに関してはね、これちょっとね、あの十字架っぽい、うん、ただね、わかるでしょ、これ縦じゃないの、うん、横なの。普通横向きの十字架だ。そう、これってあのなんかとりあえず全てのその健康とか、あの、お守りでいう項目いろいろあるじゃない、うん、お金、うん、学業とか、これ全部あのいい意味。初めて知った、うん、この色とね、このピンク、なんか薄ピンクと、うん、ピンクゴールド、これもシルバーでも全然いいんだけど、ピンクの方が女の子には特にいい。ああ。らしい。最高、つけよう。つける、うん、今つけるのエンディングはこのつけた状態でいく。かわいい、かわいいね、つけるね。うん、てか私ネックレスをさ、普段つけんやん、あんまり。そうそうそう、だから嬉しい。だからちょっと新鮮でいいかな。どう？え、可愛くない？服にも合うしね、色的に。え、可愛い。じゃあネックレスつけるね。いいよ、手袋もしとこう。うん、いいだ、合う？あ、いいね、カメラ越しやと見える。うん、あ、いいやん、この華奢な感じがいいね。そう、華奢な感じしました。どう？嬉しい？うん、新鮮でしょ。うん、嬉しい。よかったな、俺もよかったぞ。嬉しい、幸せだ。愛してるぞ、愛してるぞ。泣きそうだ、ちょっと。泣くな、絶対泣くな泣かんでほしいな、ちょっと泣きそうだ。じゃあ泣かないでほしい泣かないでほしいんだよ泣くな、じゃあマジで泣くなよじゃあ泣かんほうがいいって、ここは、はい、ここはさすがに泣かんほうがいい。大丈夫、泣かないスイッチオンにできた、うん、オンにできたらちょっとあの言いたいことあるんだけど。いいよいい、うん、ちょっと言いたいことあるんだけど。いいよ。百均のものが含まれております100均のものが含まれております。さあこれはでもね、手書きなのよ、本当に、うん、これは本当に手書きだから違うと思います、うん、あ、じゃあ分かった、じゃあこれやろ。はい、そちらで OK ですか。いちごショートケーキ、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、これ100均のやつじゃなかったらちょっと失礼だけど、いい？うん、だっていいよ、消去法。はい、答え、全部です。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 これ全部です。これ全部なんだよ、めっちゃ。これめっちゃ全部です。はい。ちなみに、ちなみにこの袋も100均です。全部同じ雑貨屋さんで買った店員さんのおすすめで一応雑貨屋さんだろう、ダイソーは。ダイソー雑貨屋さんだ。その場で書いてもらってさ、うんうん、いい意味含まれてるんだってっていうのと、全部今あの、あなたが持ってる靴下、つけてる手袋、ピアス、ネックレス、全部ダイソー
今年のクリスマスプレゼント全部ダイソーで。これもです。すごい触り心地いいよこの。ちなみにこれか、うん、あのこれが200円だった。あ、これは200円だと思う、うん、なんか内側あったかいもん。はい、そう、裏肝です。そうそう、あったかい。これもね、え、手書きは、これ手書きで、カードも買いまして100均で。え、自分でやりました。え、気づかなかったでしょう。え、どういうこと、自分で書いたの。そう、何て読むか知らんけどって言ったのに自分で読むか、何て読むかわからない。リキュリンだよって書いたの。うん、リキッド逆から読んで。どわー、キュリン、今年最高のクリスマスだよな。ドッキリ、ドッキリをおしゃれにリキッドって書いた。リキッド、めっちゃ怖い。リキッドレコ再来やん。ちょっと写真撮らせて。リキッドレコ再来やんか。そう、昔もね、昔やったリキッドレコドッキリがあるんですよ。そう、ラブホテルにちょっと行くっていうドッキリ仕掛けた時に、ラブホテルの名前はリキッドレコ、そう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 、これドッキリっていうホテルだったんだけど、ちょっと撮ってあげます。はい、ちゃんと手袋も靴下も持って、今あなたが身につけてるもん全部ダイソーのもの見つけたよ。なんかごめん、なんかごめん。すごい喜んだ。面白いな。でもさ、うん、でもさ、ダイソーに行って買ってくれたやろ。そう、500円ぐらいするやん。で、1つ200円でしょ。で、カードも買いましたし、袋も買いましたから。でも1000円ぐらいいくよ、うん、立派なクリスマスプレゼントやん。いや、それはちょっときつい。俺がきつくなる。すごいよ。え、すごいよ。すごいだろ。これ見したいもん、うん、え、これバレんくない。ちょっとちゃんとこんなもん、ちゃんと切れ目も入れてね。そう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 、こんなもんさ。で、ちょっとおしゃれに見えるようにこの羽、うん、そう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 、これもありそうやったやつ、雑貨屋さん。ありそうだろ。全部同じ雑貨屋さんで大量生産されてるから、めっちゃ。でもかわいい。かわいい、うん、かわいい。これ案件じゃないから、ダイソーの。でもかわいいよね、みんな気づかんかったよ。いや、かわいいよ。だからそれはめんちゃんの良さなんで、めんちゃんがかわいいから。ってことで、本当のプレゼント持ってきます。あるの。あるあんの。それはな、これで終わりかと思った。普通に手袋とか嬉しかったで、これで終わりかと思った。なので実は、うん、クリスマスケーキのくだりほぼカットです。クリスマスケーキ作ったのに。作ったのに1時間は渡ってたのに、はい、うん、1時間は渡ってたのにほぼカットです、ごめんな。じゃあ目開けてください、どうぞ。せーの、はい。でっかくね、うん、でっかくね、なにこれ。はい、どうぞ。もう開いてありますよ、開けてあります。めんちゃんの推しのアイズワンのアルバムを、うん、あのこの間出たんだけど、うん、アルバムが、そう、ちょっと今こちらがあまりなくて、こちらがあまりなくてね、我慢したのよ今回。もうちょっと貯まったら買おうかなと思って、うんうん、最新のアルバム買いました。しかもさ、うん、全セット、全セット容赦あるんやって。一緒に見せたじゃん、一緒に見せた。そうそうそう、これが欲しいんだよねって言ってたから、これ買いました。買いたいって言ってたやつ。やったありがとう、うん、はい、じゃあもう一個持ってきます、うん、え、あ、もう一個あるの。うん、最高、最高じゃん。目閉じてね。分かった、もう持ってきてるからね。せーの、どうぞ。せーの、箱だけ見たら何か分かんないね。え、なにこれ。こちら、これちょっと出すか。え、まさか、まさか、まさか買った。皆さん、これがあるということは、皆さん、これがあるということはどういうことでしょうか。マイク。正解。マイク買ったの。うん、うん、ありがとう。コンデンサーマイクセットですね。そう、これはずっと欲しくて、マイクね、うん、2人でさ、歌ってみた系もできるしさ、そう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 、まあ、配信とかもしやすくなるしさ、そうそうそう、で、弾き語りもできるかなと思って、だから正直、これ2人のプレゼントです。あ、いいや、私もこれ2人のやし、うん、2人で使おうだから。ありがとう。どうぞ。ハイテな感じで長々となってしまいましたが、ケーキ作り、ケーキを食べている2人の前編は、はい、サブチャンネルであげるかなと思います。あげないかもしれないですけども、見たいなっていう人はコメントください。どうだった。え、嬉しいよ、うん、あの別にさ、ダイソーのやつですらちょっと嬉しかったもん。それでも嬉しかったけど、私が欲しかったものと2人で使えるものも用意してくれて、なんかこいついい彼氏じゃんって思った。やるって思った。この方がもうね、最高だよ。めんちゃんの好感度めっちゃ爆上がりだな。そう、ダイソーでこんなに選んでくれる彼女います。え、嬉しいよ、だって、うん、選んでくれたことが嬉しいから。
俺だってもうマジでずっとドッキリとかで流れるような BGM ずっと流れながら俺一人作業してカード切ってこれであいつ喜んだら面白いよな泣くかもしれませんとかって言って俺じゃあオープニング撮ったの。あ、撮ったの、うん、一人で泣いちゃうと申し訳ないですけどね。あぶねー、泣きそうだったわマジで。まあ、でも使えるからいいよねマジで、うんうん、え、普通にこれはマジで使えるし嬉しい、ありがとう、いろいろありがとう、トリプルありがとう。最高なクリスマス、うん、メリークリスマス。はい、じゃあチャンネル登録、グッドボタン、コメント、SNS をフォローしてね。あ、長くなったのでバイバイ、最後だけ巻き舌でいきたいと思います。はい、バイバイ。クリスマス楽しもうね。うん、バイビー。メリークリスマス。バイバーイ。